こんにちは、太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は42式太極剣をお送りいたします。ぜひご覧ください。プーブーチュワジェンの説明をいたします。西方向につま先を向けて、フェンジャーホーディエンからプーブーチュワジェン、右の足を東方向につき、象ゴンブになっていきます。剣の平らな面を上に向けながら、東方向に平らに切った後、左の足に重心を戻していきます。徐々に風ブになって、東方向に剣先を向けましょう。右の足先を開きつつ、ようゴンブになりながら差し込んでいきます。フェンジャーホーディエンから風ブチョアンジェン、右の足を後ろにつき、徐々に東方向を向きましょう。左の足に重心を戻しつつしゃがんでいきます。プーブーから右の足先を開いて、ゴンブーになりながら東方向に差し込んでいきます。フェンジャーホーディエンからプーブーチュアンジェン、フェンジャーホーディエンからプーブーチュワンジェン、右の足を後ろにつき、ゴンブになった後、右の足に重心、平らに切っていきます。左の足に重心を戻した後、プーブーになっていきましょう。右の足先を開きながら、ようゴンブになりながら前を差していきます。プーブーチュワジェンの説明をいたします。西方向につま先を向けて、フェンジャーホーディエンからプーブーチュワジェン、右の足を東方向につき、象ゴンブになっていきます。剣の平らな面を上に向けながら、東方向に平らに切った後、左の足に重心を戻していきます。徐々にプーブーになって、東方向に剣先を向けましょう。右の足先を開きつつ、ようゴンブになりながら差し込んでいきます。フェンジャーホーディエンからプーブーチュアンジェン、右の足を後ろにつき、徐々に東方向を向きましょう。左の足に重心を戻しつつしゃがんでいきます。プーブーから右の足先を開いて、ゴンブになりながら東方向に差し込んでいきます。フェンジャーホーディエンからプーブーチュアンジェン、フェンジャーホーディエンからプーブーチュワンジェン、右の足を後ろにつき、ゴンブになった後、右の足に重心、平らに切っていきます。左の足に重心を戻した後、プーブーになっていきましょう。右の足先を開きながら、ようゴンブになりながら前を差していきます。今回も最後までご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。また各種太極拳動画をアップしておりますので、そちらも併せてご覧いただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。